はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、 KK でございます。今日もねプレゼン実況やっていきますよーとね、今回のゲストね早速お呼びしましょう。選挙さんです、どうぞ。よろしくお願いします。選挙です。今日はよろしくお願いします。お願いします。電気統一ということでね、どういった感じでパーティーの方は作ってきましたか？はい、そうですね、そう、結構そのテケさんのペンドラを意識して作りました。あ、ペンドラを意識もね、この前の第何回、はい、第5回か6回か分かんないけどの人もペンドラを意識して やってたんですよ。見事ボコボコにされました。はい、あー、すごいですね。今回はボコボコにされないように頑張ってペンドラやっていきますよ。はい、はい、今日はねよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい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 、やっていきますよー、やってきますよー、電気統一やってきますよー。さあ、相手のパーティーの方がおにぎりキャプチャー仕事して OK、 相手のパーティーがエンモーエンモーキャラのシービルトンブーちゃんに、ブルブルブルちゃんに、ブーちゃんがブルちゃんにゼブライカーバッキョ、全部メス、愛を感じる愛を感じる。さあ、こちらのパーティー、ペンゲン、クイーン、ドラッピー、バナ、バレル、やっていきますよー。まあ、初手安定してるのが、二度クイーン？これ二度クイーン安定感抜群だよね。二度クイーン初手行って。まあ、ペンドラ意識してきたんならペンドラ出すけど。で、ラストが、ラストどうしよっかなー。ゲンガーかバナどっちか出したよなー。ゲンガーバナどっちにしよっかな、どうしよっかな、ゲンガーバナどっちが刺さってる、ゲンガーのが刺さってる、ゲンガーのがいけそうかな、なんとなく。いや、バナ行こう。ということで、二度クイーン、ペンドラ、不思議バナ、この三匹でいきたいと思います。では対戦よろしくお願いします。さあ頑張っていきましょう。電気統一はねそんな戦ったことないんで、僕もちょっと難しいと思うんですけど、エレブが奇跡持ちでしょ、初手ゼブライカ、何してくんのゼブライカって、物理アタッカーだよね、確か物理アタッカーだから、何ワイルドボルトしかわかんないんだけど、とりあえず第一の力を打っていこう。先取り、何先取りって、マジで先取りで大地の力打つの、もしかして。残念。突撃直帰持ちなんだよなぁ。効かないんだよなぁ。大地の力。直帰じゃ、直帰だから効かないんでーい。で、ここはね、先取りもう一回されたら困るんで、火炎放射打ちまーす。あ、ダメかな、どう、怖いんだけど。引っ込める、何大地の力ってことは風船持ちシビルドン、オッケー。風船持ちか浮いてるポケモンだからシビルドンで、ね、オッケー。火炎放射棒効かねえ、効かねえなー。ここはクイーンステでも全然オッケーだね。クイーンステよ、ここで別クイーンを使うことはもうないと思うんで、クイーンステでひたすら冷凍ビームレンダーでいいのかな。そうだね、冷凍ビーム取っか。冷凍ビームこっちの方が早い。できるだけ削ろう、できるだけ削っていこう。トグロを巻く、イエーイ、トグロ巻かないで、やばくねこれ、やばくね。攻撃が上がる、防御が上がる、そして命中が上がる。 B だったら別大丈夫だね、B だったら全然不思議花に対抗できるんで、冷凍ビーム連打していきます。さあ、トグロを巻いてる暇はもうないですよ。ここで、もう一回、さあ、お盆はダメ。お盆はダメなの。お盆はダメなの。アクアテール。アクアテール持ってんだ。へぇ。いろいろ技覚えんな、こいつも。こいつもなかなかいい技覚えてますな。だが、しかし、ここで不思議花の登場。このシービルドンを倒さない限り、多分ペンドラ出せることは出せないと思うんで、まあ、ここでしっかりと、相手物理アタッカーじゃん、今思ったらやばくね？
これは中々回復した方がいいんで、ギガどれいいんですかね。こっちのが早いのかな。どうなんだろう、シービルドの素早さそこまで把握してないんで、ちょっとわかんないんですけど、どうかな。こっちのが早いか。ヘドロ爆弾が正解だったね。まあいいでしょう。まあいいでしょう。アクロバットマジでやめろ、耐えろ。危ない、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 危ない。ヘッドバック、ヘッドバック落ちる、落ちるよね。よし、危ない、危ない、危なかった危なかった。アクロバットってなんだよ、危ねえじゃん。エレブー、さあエレブー何してくんだ、何してくんのかわかんないんで、とりあえず回復します。キネシス、うーうあああ、やめてー。待って、ゼブライカ先制技持ってる。待って、これゼブライカ先制技持ってる。ちょっと待って、ここ、研磨しても意味がないと思うんで、地震で角に持ってけるっしょ、さすがに。さすがに地震で角に持ってけるね。頼むよ。あ、全然持ってける。オッケーオッケーオッケー、わかったわかった。で、キネシス。これ先制技あったら負けだぞ。先制技あったら負けだぞ。エレブ、フェイントとか覚えない？大丈夫？大丈夫？頼むよ。フェイントとかないよね。頼むよ。フェイントなんてそんな技、ない、ないよね。もうまたせっかにやられた。もうあの時のピジョットの4万に対戦ありがとうございました。またせっかかよ。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。電光石火ね。はい、これ、ね、3人目だっけ4人目だっけ、もうその電光石火にやられてるんですよ。あ、本当ですか。もうなんか僕の視聴者電光石火大好きすぎないかなとか思いながら、はい、もう やばかった。いや、緊張しました。もうなんだっけか、ゼブライカ、はい。はい、ゼブライカ先取りか。はい。まあ、直気持ちだったんで大丈夫だったんですけど。あ、ですか。硬かったですもん。もう、とれ、ゼブライカも普通に物理型かなと思ってて。はい。まあ別にワイルドボールとしてぐらいしかなんか強そうな技ないから突っ込むかって突っ込んだ結果先取りされたんで。ああ。いろいろいい技持ってるなぁと。あのゼブライカあれなんですよね。ペンドラーを1だけ早いように調整してるんで。ああ、そういうこと。はい。1早いんだ。1早い。オーバーヒートも覚えるんで、一応ペンドラーそれで落とせるかなと思ったんですけど、初手にドークイーンで、もうちょっとビビりましたね。まあ初手からペンドラー行くと、シビルドンが重いんで、やっぱり。シビルドンが重かったんで、やっぱり初手は二度クイーンから行こうかなと。はい。で、シビルドンもちょっと技構成が気になって、あれ、技のデパートすぎないですか、あれ。もう、あの、絶対不思議パラー来るだろうなと思ったんで。そうなんですよ。それ対策で。はい。いろいろ覚えて、エレブーも気にしつつ、せっかね、最後のもあれだよ、せっかも。いや、もう本当。よかった。僕の視聴者、サトシ多くない？もう電光石火いらないから。いや、もうほんと。もう覚えさせてよかったです。もう、なかなかですよ。もうほんと電光石火。これ3勝3敗かな。これで6人だから。3連勝からの3連敗か。泣きたい。ああ。よし、ということでね。また電光石火にやられたということで、今回は対戦ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。